動禅と言って動きながらやる禅、随筋の専門家と勝手に言ってるんですけど、神社で舞うような舞とか、それの体の使い方とこういう武道の体の使い方っていうのがすごく共通点があるなっていうので、そういう体の使い方を教えたりしています。私はすごくあれかかりやすいんです、電気が通りやすいんですよ。あの本当に実際測定すると抵抗値がなくて、普通の人は 80% ぐらいしか電気が通らないんですけど、 96% ぐらい通るんですよ電気が。解説だけならできると多少は役に立てると。これでもプラスすると面白いね融合して。はい、どうも、柔らぎ丼の石森です。この間ですね、対談で、彦根さんと対談して、付随筋トレーナーということで、多分見てる視聴者さんもね、付随筋って何、どこの話ってなってると思うんで、今日はこの間聞き忘れちゃったんで、そこの説明していただいていいですか。付随筋って医学的に言うと、内臓とか血管って言ってもう完全に自分で動かせない筋肉のことを付随筋って言うんですけど、でも一応その動かせる筋肉の中でも動かしにくい筋肉っていうのがあって、要はインナーの筋肉とかそういう筋肉ですよね。でそういう筋肉も含めて動かす方法っていうのをお伝えしているっていうのが普段やっていることで、例えばすごい分かりやすい例で言うと、ご自身でやっていただくと多分分かるんですけど、力と力でこうやってやるとこっちが結構動くんですけど、ここに本当になんか例えば子供の頭があると思って、それでこうやって押すとすっごいバチッて固まるんですよ。これは使ってる筋肉が違うんですよね、見た目は同じなんですけど。でそういうのも一応付随筋、本当に詳しく言うと血管と内臓なんですけど、そういう風に使いにくいものも付随筋という風に解釈していろいろ使い方を教えたりしてる。で多分石森先生はそこら辺の普通の人が使わないような場所を手術をする中でそういうものの使い方をもうご存知で、それを武術に応用してるんじゃないかなっていう風に考えていて、だから普通の人はこう外側の後ろの背中の筋肉とかこういうのを使っているんですけど、このこっち側の筋肉ですよね、内側の筋肉を多分使ってらっしゃるという予測でで動画とかを見させていただいて、そうなんじゃないかなっていうふうに思ってるっていう感じですね。この辺をじゃあ実際話だけだとピンとこない人もいると思うんで、実際やってみましょう。はい、じゃあとりあえず技の見本見せますんで、後でやってもらうと思うんで、まずこの手首を持ちます。で通常に握ってねじっちゃうと第一関節のギュッと握ったここが支点になって肩の緊張を今受けてるんですけど、ここを握んないでこういう感覚なんですけど、そうすると皮膚感覚でちょっともう相手崩れ始めますよね。この密着なんですよね。で密着で雰囲気はね、これでもう一緒にこう倒れていくような感覚をここに欲しいんです。で、その感じでここにスッと。これをちょっとやってもらいたいんですね。はい。じゃあ、彦根さんと。はい。握ってもらうんです。そうですね。で、ここを持って。これ、受け手はどう感じてるんですか？なんか自分の力でない力でなんかこう動かされてる感じしますね。抗ってないですけど、抗わないともう相手が思うように動いちゃうみたいな。これだけ見ると彦根さん達人なりますよね。ですよね。多分お互いにすごいかかりやすいタイプで、要はその経絡のつながりみたいな電気的なものだけで
なんかつながってる状態なんですよね、多分これは。経絡って出てきましたけど、それは付随筋というのは関係なんですか？付随筋というか、この筋膜のラインっていうのがあって、その筋膜のラインの一番深いところに入ってる筋膜が、親指から鎖骨につながってるものと、小指から肩甲骨の中につながってるラインっていうのが、一番深い筋膜ラインっていうのがあるんですけど、そこと同じところを経絡が通ってるんです。なので、筋膜ラインの深いところを使うっていうのは、イコール経絡が使えるようになるっていうのとほぼ同じなんですよ、手に関して言うと。で、今の感じは多分もうこの時点で多分そうなんですよ、ここからここまでがなんかこう経絡でつながってるような感じになってるんですよね。なのでこうもう、はい、あの危うい感じがかなりしてて、はい、こう動いちゃって、でお互いにかかりやすくて、そのこの下がグンっていうことをせずにやってるから、こういうことが起きるんですけど、これはそのみんながそうなるかっていうと、そういうものでは多分なくて、このね、センサーのなんか異常に感度が高いもの同士やるから、うん、こういうことになる。これ私がかからないようにすることもできるんですけど、それは、はい、これはもうかからない。そうですね。今ここで切られてる。遮断してる。遮断してる、はい。これはだから他のね、他の達人系の動画で内弟子さんがそうですね、かかる流れがね。はい、で、あれを鵜呑みにして初めて体験する人が、ああ、あれにかかりたいと思って、はい、今みたいに遮断した。一般の人が遮断っていうか、その感じが分かんないから入んないですよね。じゃ あの工藤さんちょっと代わりで普通にやっちゃって大丈夫ですか？あの普通のリアクションでいいんで、あの何にもちょっと掴んでいただくと、同じことを今これをやってるんですけど、動く気配がないっていうか多分ここまでつながってはいるんじゃないかなって気はするんですけど、ここでは多分動かなくて、ここから多分その筋肉の話になるんですよね、先生のところは。このなんかつないだ状態のまま、その筋肉を使えるかどうかっていうのがめちゃくちゃ難しいんですけど、こうね、だから例えばこれを工藤さんは全くの初心者で、さっきみたいにふわふわした動画見て、あ、俺も体験してみたいって言って、この状態になって、あ、なんだ、結局インチキなんじゃんっていうのは違う解釈なんでね。そのよくあの、ダンサーの方とか、音楽関係の人はね、結構初めて体験する人もさっきみたいになるんですよ。やっぱり私も神楽をやってるんですけど、ダンスの方もやっぱりその特にバレエとかもそうなんですけど、その中のところをピーンってこう自分でつなげる訓練をしてあのいる人たちなんで、ダンサーさんとか、あとは太極拳とか、あとセラピストさんもそうなんですけど、要は自分の中の配線をつなぐ訓練をしてる人っていうのは、もうピッて触られたら全部バーンってつながっちゃうんですよ、多分。なのでそういう人はかかりやすくて、おそらくよ私の予測としては、で逆にその柔道とか総合格闘技とかでこう耐える訓練をずっとしてる人っていうのは多分かからないんだと思うんですよね、おそらく。なのでそういうこの耐える訓練をしているつながらない人にもかけるには、その経絡的な、まあ、いわゆる合気というかとプラスその柔術的なというか生理学的な筋肉の使い方っていうのが多分必要になってきていて、でそれで先生がやってることっていうのが、その内側の筋肉を使ってるというかなり特殊な場所を使ってる方なんですよね、おそらく。普通の合気道だとここをパンって張ってこっち側の外側の経絡使うんですよね、人差し指も経絡が通ってるので、そこを張ることによってあのこことここともう一個ここの経絡を使うようなものが多いんですけど、世の中には。先生の場合はこっちを使わずにこっち側を使っている。内側、はい、内側です。手のひらからこの脇というかこの辺につながるラインがあるんですよ、筋膜ラインが。さっき2つ説明したんですけど、もう一つバックって、まあ
表の後ろの筋肉を使うラインと、内側のラインっていうのがあるんですけど、そのラインを使っているんだと思うんですね。表のラインっていうのは、要はこうとかこうとかのが表のラインで、先生は施術の人だから、多分手から何かをこう相手につなぐ、手の意識、手のひらの意識が強い状態で、でかつこうではなくてこうなんですよね、多分こうこうではなくてこうなんです。だから場所で言うと、普通の人は多分ここからこういうラインのところを使っている格闘家の方とか、一般的な合気道とかはこういうラインのところを使っている、はい、人が多いんですけど、先生はここの手のひらからこういってこういう感じなんです、使ってる場所が。これが筋膜ラインのフロントっていうやつなんですけど、そこを使って愛経絡もつながってる状態で使ってる珍しい人っていう感じです。はい、これの説明で分かるんですか。なんかでも、よく分かんないね、多分一般の人も。おそらく今、じゃあ肘引くときに、ここ掴んで、アウター肩の力、肘の力使うと、こういう反応ですね。ですよね。で、多分今の説明だと、ここもこう程よくなんですよ。ここにこういう反射が起きなくて、で、まあ、うちが使ってるのか分かんないけど、ここの肘の先端の意識がこう下がるんですよね。うん、そうすると、こういう感覚なのかな。アウターだとガシッ、ガシッ、向こうもしっかりしてる。だからこっちは、もう、にゃーっと抜いといて、肘からこう。っていう感覚のとこかな。これいつもかかってる技ですよね。そうそうそう。これはじゃあ、いわゆるフロントとバックっていう、この差になるんですか。今の形をちょっともう一回やってみてみます。力を入れるパターン、普通の人がやるやつだと、ここがすごい緊張してるんです、うん、こういうのとか。で、普段の先生の引っ張る体勢にしてもらうと、ここも来ました、はいはい、ここには力が、ここも入ってない、ここは力が何もなくって、で、今ここがすごい、なんていうんですか、ここの意識と、ここってどこですか。この手のひらのここの意識が今すごい強いんですよ、こっちじゃなくて。ここの意識があって、で、この辺の意識があって、で、今ここら辺、このすいません、この辺とこの辺なんですよね。力を入れてるわけじゃないんですけど、発動してる場所がここら辺。ここは何もない。そうやって分解されると動けなくなる。そんなこと意識してるんですか。多分意識してなくても、そこ、なんか、ここの力を抜くと、ここが。まあ一番気にしてる、ここに変わった感覚を起こさないで引きたいっていう。相手に気づかれず。うん、だから、ね、こんぐらいの感覚で痛いんですよ。うんうん、で、もう本当に、あ、彦根さん、ここ引っ張ってもらっていいですか、はい、で、ダメなのが、ちょっと力んでます、はい。で、引っ張ってもらっていいですか、はい、もう力み伝わっちゃったでしょ。そうですね、ここがパキーンってなって。で、やめてるんで引いてもらっていいですか、はい、こういう感覚なんです、ね。ここですね、はい。はい、じゃあ、今やった感覚を彦根さんにやってみたいと思います。はい、で、最初ダメなの、アウターですよね。ここギュッと握って、この肘を。ここまでグッてなってます。もうその感じが。私の感覚が。うん。はい、自分もグッとな、まあミラーリングですよね。で、ここを引こうと思うと、はい、今、こっちの後ろ側で引くと、頑張るんですよね。はい、右足がグンってなりました、うん。はい。で、ここをやめます。やめると、まあ当然抜けて、ここだわ、ゆらゆらの感じで、はい、意識は、こういう感覚なんですよ。このままこういってる感じ、はいはいはい、その時にこっち使ってるから自分自身は分かんないですよ、はい、その肘が永遠に伸びていくような、はいはい、なんか私の感覚としては、なんかここが気持ちよく伸ばされてる感じです、うん、なんかここがグッてされてるっていうよりは、この辺がなんかストレッチされてるみたいに、なんかヒューって伸ばされてる感じがだからね、しました。今ここって言ったけど、はい、こ
ここの肩のとこが、はい、ダメなのは固めてこのまま行っちゃうんですよ、はいはい、ここがニューッと伸びると、はい、相手もニューッと伸びる。その時にまあそのあたりの意識で伸ばしてるのかもしれないね。あ、なんか気持ちいいですクッてなるのではなくて、うん、